皆さんこんにちは、ゆいです。今日はこちらのパーティードレスに着替えていきたいと思います。そして今着けている下着も紹介していくので、よかったら見ていってください。では先に下着紹介していきます。今日の下着はこんな感じです。黒の下着なんですけど、すごいおしゃれなデザインですよね。レースにもなってて、ここに刺繍部分もあるので、こんな感じです。では上も紹介していきます。上はこんな感じです。上もね、こうそうレースになってますね。同じ黒のデザインなので、こんな感じです。ではパーティードレスに着替えていきたいと思います。今日はこんな感じでパーティードレスに着替えてみました。どうでしたか？よかったらコメント欄で教えてください。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。ゆいの秘密の動画がコメント欄から見れるので、よかったらそちらも覗いてみてください。今日はありがとうございます。ゆいでした。